撮ってる。ああ撮ってます。撮っちゃってる。はい。あの、はい。まあまあまあ、ちょっとね、ちょっと行こう。何何何。ワクワクしてるな。すごい。もうなんて言うんですかね、アジング。はい。来ちゃった。出てでちょっと量が忙しくてね、はい、この時期はちょっともう一番最盛期ということで、そうですね、アジなんて釣ってる場合じゃねえよっていう話なんですよ。でまあそれが落ち着きましてね、はい、やっとそうですね、真面目にアジ釣れる感じになったということで、はい、来ております。はい、ゲットしてます。これもこれ西釣り限定色のミニマリズムバッカンから、はい、コヨーテ指の言うこと聞かんな。はい、でこれよ、はい、西釣りから帰ってきました。はい、アマテラス、アマテラス、アマテラスでございます。 MSR62XSS アマテラスエクストラショートソリッド。はい、いやこいつもね来場してくれた、うん、気になっちゃってるお客さんに触ってもろってね、展示品だったわけですね。そうそうそう、っていうかこれ1本しかないのよ最終プロトが。おお、なんでもう最悪あのガーン行かれたらちょっともう一時ないっていう状況やったんですけど、なんと無事、はい、折れんかったんで帰ってきましたね。はい、これを使っていこうかなと、はい、思います。あ、見ちゃいます。あ、いいっすか。いいっす。ミニマリズム雇用って、開けるじゃないですか。はい、うぅやばいやばい、半開き、あぶねえ、ちょっとだらしないか、あぶねえ、 B 型たるゆえんすよね、やっぱちょっと半開いちゃってるみたいな、ね、まあセット内容、はい、まあ、ボックスちょっと上の方に置ける感じのやつ。あ、それもついてるんですか。そうと、なんかこれ、あ、それもこれもついてる。おお、なんかストックバッグみたいな、ランガンケース、メイホーの、はいはい、がジャスティス、メイホーのなんかワームはこれ、あ、味ぼっこも揃えております。揃えてますね。いや、揃えちゃってるんですよ。言い方らしくないなこっちがスリットの方、まあ、スリットじゃなくてもいいんですけど、ちょっとなんかこう かっこつけちゃってる感じなだけですね。あ、でも基本的にはヘビージグターになります。でこっちはちょっとダート系、ハリ強系、なんか要所要所で使っていきたいかなと思ってます。はい、はい、でフロートのアイテムとかも、あ、これマルチケース L ちょうど入ります。でこっちをフロートの先道具もうあらかじめ、なんか漁師感あるな、それ。そうやろこのだキャロとかもそうやけど、年取ってきてね、暗いとこ作れんくなってきてるんで、もう あらかじめもうここをもう結んでフロートをこれでセッティングすればすぐ投げれるっていう、まあ、キャロも一緒っすね。はあ、そういう感じでストックしてるんで。ただ今日はあのフロートやる気ゼロ。あ、予備の T とかワームとかリーダー入ってます。はい、はい、じゃあ準備していきますね。はい、お願いします。はい、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 マジング来ちゃいました。はい、年が喋り出すと船が通りますタイミングがあれですね。タイミングです ね、まあ相変わらずのところですけどね。はい、ジグタンもジグタンメイン、ジグタンメイン。もう一本は一応これがエステルタックル、エステル、はい、こっち P タックル、いいよ、使い分けて。でちょっとこっちの方が74でちょっと長いので、うん、これユーマ詰めとかにジグ投げたいな。あ、ちょっと強め、そう強めでいこうかなって。これジグ何グラムぐらい投げれる。これは9グラム。あ、結構いくね。え、アジングロット、アジングロット、宵姫初代の花、74L で 9g まで投げれる。ジグとかも全然いいかなって、まあ、軽量キャロとかフロートとかとかでもいけるかなって言うんですけど、今日はちょっとジグかなっていう。顔白いっすね。ああ、いつものことです。いつそれさっき味が見とった時顔黒いなと思ってそれ今年取ったら白と。ジグします。はい、はい。あれ、味わいさん、おいっす、早いな、黙ってもらっても全然見えないのに、ガシガシ来るな、全然見えん、喋ってるんだ俺が、全然見えんの、これ熱熱熱ジジイ、2番目のガイドでもギリジジイ、2番目のガイドで先端行ったらやば、知恵の親細いね、細なのよ。ガイドもさ、やっぱアジングロッドってこうガイド系もちっちゃいんや、
ちょっとまあ、致命傷よ。無理やもう。引退考えてる。引退考えてるの。とりあえずこれちょっとさっきとさを違って、はい、マスターピースの FS、はい、まあ、今日のコンセプトなんですけど、はい、あの使い分け、あのアマテラスさえ持っとけば息ではもう大丈夫っていうことではないんですよ。渋い状況とか当たりの出方がセンシティブな状況とかになると、はい、どう考えてもアマテラスは厳しいんで、なんかなってる。やばいやばい、パキてるパキてるパキてるぞ。ちょっと取ってきて。えいへい、めっちゃ走る。いきなり食うたね。何もないです。何もないけん手であげちゃうか。うん、惜しい。惜しく今私喋ってました。回ってたんですが。さすが歳やな。うん、おおいいよ。おこれはちょっと、あ、全然、細い。ライン細い。ライン細いなの。あっ、掴もうにも見えなかった。やったー、やったー、やったー、いいんざーぎー。これ使え、使え。それいいね。これ使え、もう。年末からやっと初出しをもうまだこうなんかタグとかついちゃってる。イエーイ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 。はい、映えない。はい、秒。おお、いったいったいった。おお、いいやいいや。ちょっと待って待って。整って。整ってるわ。お、どう？おお、いい感じで浮いとりますわ。よく見て。これどうやってみんなかっこよく撮りようとはあれです。え、インスタとか？なんかめっちゃ映えてるやん、もう今見らん。どう見ても映えてないですよ、これ。これ、でかいですよ。わかった。はい。キサーマの顔だ。あ、私ですか？私の顔が、あの陸寄りで釣れる荒株みたいな色合いしてるから。肩に幽霊乗ってますよ。え、悪人の悪口言うからそうやって。幽霊。え、ちょっと待って。心霊スポット。ああ、そうっす。やばいから、マジで。ギャグ？ギャグじゃないです。いや、なんか俺虫かなんかついちょうとかねと思ってさ。ガチだから。あ、そうなの、はい、おーっと、おーっと、テュシ、今日なんか絶好調のことあるんですよ。はい、なんすか。嘘です、絶好調、言い過ぎました、ごめんなさい。え、ジグタン？ジグタンにした。お、いいじゃん。で、ちょっと潮が早かったんで、ちょっとタングステンで今ちょっとリサーチしよったら食いました。食いました。あ、そんなのはどうでもいいんです。あ、そうです、ごめんなさい。楽しんでるんですか？めっちゃ楽しいっすよ。楽しさを表情に出さないタイプ。お、待って、お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 、ちょっとこれエスキルはやばい。ちょっと自分どうしようもないんで、うん、食いましたい。ジュー、やべ、楽しい。上がっとるやないか。めっちゃ上がってるっす。いや、やっぱこの時間、まあ、あのインザーギね、うん、このベイト気があるということ、はい。いいじゃん。おー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 、白白いな。 おめでとう。 ありがとう。じゃあ僕も真面目に釣りするわ。はい、タクル説明。はい、アマテラス、はい、ステラシー2000、はい、S、 ハイギアじゃないやつ、P が03か04、あの、はい、庭さんにもらったやつ、シマノの、はい、でリーダー、2号、2号なんかようわからんリーダース、フロロ、はい、にアジスタ 3g に、アジボコ 2.5 インチ、ナノラメシラス、はい、インストールしちゃっております。お願いします。はい、さっきもトシが 9g のジグとかで釣ってたっしょ、うん、これ背負えちゃいます。ただ投げ方はコツいるよ。ちょっと新しい長めにしとってもらわんと、ティップで投げたらさすがに応えるけん、うん、そう、強い竿っていうのは丈夫な竿っていうわけじゃないけんさ、そう、抜けるっちゃけど、うん、40オーバー50をこの角度でぶち抜いたらそれは多分何の竿でも折れるし、セオリー通りに抜いてもらえればよいしょっつって。そうね、うん、クソでかいやつ、その PE の強度ぐらいは全然賄えますんで。息に遠征来る人おるやん、うん、あのいい時期に、はい、で、マズメにも結構ちょこっと回遊あったりして、調子いい時とかにジグジャクあんけどジグタンワームで食うでかいやつっていうのが最近ちょっと多くない？多いね。ジグ食わんちゃけど、やっぱワームの方がなんか強いな。うん、あるで、ちょっと言うまずわちゃわちゃってやって暗くなってしまったらパッと終わるシチュエーションには絶対 3g とか 2.5 とか、まあ、4でも5でもこうパンパンパン弾けるけん、うん、基本的にはこの竿は止めのロッドじゃないんで攻めていただきたいなと、はいはい、パンパン動かして、まあ、アジストやけん上なんやけど縦ダートなんやけど、
縦ダートでブルンブルンさしてピッ止めてスーッとスーで食わすみたいな、なるべくはこう派手なアクション、タンタンタンかましてツッと止めた時にコンって入る感じ、はい、もう基本エステルとか使わんでほしいんですよこの差を使う時は。うん、たまにさ中アジから尺ぐらいのが無限釣れる時もあるやん、ナイトゲーム、はい、ワームに飽きてくるやん俺らなんか、うん、でそんな時にちょっとプラグで釣ろうぜとか、メバル、磯のメバルとか、うん、5g 7g のプラグをフルキャストできるんで、なおさらピーセッティングで、さっき準備したやんマスターピース、もうこのヘビージグタンもポール早すぎてジグヘッド重すぎて食わん、でも軽くしたら感度取れっていうシチュエーションも多いやん、はいはいはい、息でも、うん、そういう時は多分あの今お持ちの皆さんがいつも使ってるティクトでいう60とかそんぐらいの調子の竿にエステル03025、うん、でジグヘッド 1.5g とかでやると感度も取れてかかりもいいかなと、はい、なんでこの竿一つじゃちょっと難しいんですよ息は、シチュエーション的には。え、真面目なこと言っちゃってるこれ。はい、俺も今真面目にうんはいしか言えんかったね。だあ絶対うそやしょ、お前やめろや、当たってないだろ。いや足元足元足元よ。あ、なんかいい感じ、なんか年がなんか、なんかまたなんか年があっちがいいんかな、ちょっと取ってきてみて、はい、それなんかぶち曲がってんじゃん年すごいじゃん、ちょっと待ってやばい、おやばいやばい、なんかアジやったら4万ローバーやろ、重い。マジ？え、ちょっとあのラインのスペックは何？いや今 P タック P03 P03 全然いけるやん。アジじゃん、アジじゃん。いや。あ、ああ。あれついた。え、さげ。全然、え、どれ？全然見えてないライン。ラインが見えない。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。タクシーやばいよ、岬のレンジとアクション完全に把握してるやんえ、完全にジグで調子いいやん、うん、ジグで調子いい。え、何グラム今？5グラムにしてる。オッケーオッケー、トシナイス、3連発やん、ね、3連発。やっぱここでけえな、一下げいいいい、ナイスナイス、めっちゃ引いた。らしくないな、らしくないね、どうしよう、年釣ってもらっちゃうね。あ、そうそう、ちょっと違うのやなキャラが今日どうしたんでしょうね。まあまあまあこんな日もありますね。そうね、おめでとうございます、また釣りやす、ナイス。えい、俺もジグタンやったけど、はい、ちょっと変えるわ、イサキ狙い、うん、準備できたら言います。はいはいはい、クールジグの 5g のフルメッキ、はい、釣れそうやな、釣れそうやな、フルキャストできちゃうから、正しく、いや違うね、足元なる、フルキャストするというコンセプトでねやりましたけど、できますよっていうことね。そうそうそうあ、ただね注意点としては、はい、一応ヘビージグタンジグタンロッテやけん、ガイド系もそんなにバカみたいに太めてないった、うん、なのであの結束部分がだいぶインしすぎる、ロングリーダーやとちょっとあのトップガイドに損傷をするかもしれない、重けりゃ重いほど、なんでちょっとショートリーダーもしくはあの垂らし長めで行ってもらいたいですね。それ一応表記はある？一応1から4なんやけど、ジグヘッドの表記にはしてるんやけど、まあ 10g ぐらいのジグもペンデュラムで投げれるっす。マジ？そう、なんでティップエキストラショートソリッド、感度と引き換えに獰猛な息のいい部分にちょうど合う感じ、うん、で息で渋い時はあのオーバースペック。飛ぶ、一先を釣りに来たんじゃないことに気づいたのよ僕は今。そうっすよ、ジグタンの使い分けっていうコンセプトでね、そうそうそう、俺アジ釣りに来てんなっていう、なんか今普通に一先羨ましくなって、羨ましくなっちゃってさおもろそうだもんね、おもろそうなの。一先をぶち抜くっていうのもねちょっとやりたかったんやけど、お呼びでないみたいな一先通り過ぎた、うん、やべやべ遅い、茶を飲んでる間に、茶を飲んでる場合じゃない、よいしょー、ぶっち抜くぞ。ちょっとこれマジでかいちょっとこれはマジででかいかもしれない、ひょーい、これはでかい、40オーバーで、太っ、太鼓すごいな太い、
これはさすがにちょっと1匹目やから。そしてさらにまた通し。あ、俺違う。なんだこれ。やばいやつじゃん。いや。よいしょ。根に潜むものや。ナイス。よいしょ。これは。ふと。45センチぐらいの一先。これ多分1キロ。でか。ちょいあります。でかいねマジ。やったぜ。狙い通りで。狙い通り。はい。釣ったのは。こちらになります。アジサさんグラムアジボッコ 2.5 インチ。実は付け替えてまして1投目でした。ジグすぐやめた。ジグすぐやめた。なんかしっくりこんくて。いや今のよかったね。いいね。そう、正直ねぶち抜けるんよ。ただあのイサキ太っててちょっとビビった腹パンパンだったもんな。腹パンやった。で今のみたいにこう上げてもらえれば竿入れてよいしょですね、はい、よいしょ。なるべくならこの角度からぶち曲がった状態ね。うん、あんま立てないよ。こんぐらいまで大丈夫と思う。はい、投手もナイス。アジラビとダブルヒットで。そう、ジグで底の方をぼっちぼちやり言ったら食ってきましたよ。またジグ。そう、ジグで。ナイス。味噌汁にしたらうまかろうね。うまそうね、マジで。絶対うまい。アルカブうまいもんね。手震えてるな、なんか大丈夫か。あの、だいぶなんかすごいけど落ち着いてやりましょう、ね。はい、事故ないように。そう、もうちょっとジグタに変えようかなって。うん、そうね。はい、何やそれ。キーホルダー可愛いな。今日はもう年でやもうこれね、こういうやつね、可愛いね。水槽で買いたいんやけど、俺今めっちゃ手震えてない。手震えてるな。いや、右だけがね、震える。いや、左脳に何か問題ある。そうそうそう。いない、スイッシュ。リリース。はい、リリース。来た来た来た。なんだ、なんだ、なんだ。でかい。なんだ。あいつ、久しぶりの。よいしょ。お前かーい。味を求めてたけど。イエーイ。全然カメラマンが喋らんけど。元気。元気です。AK おったんって感じになってる。この動画初登場。お前チャットやないそれ。違う。そう、チャット。あ、ふざけろマジで。今日トシ君調子いいっすね。よかった。もう40ぐらい。マジ。はい。よかったね。よかった。このまま何も釣れない可能性あった。どうした？喉痛めてる。若干ね。若干。いろいろやりました、うん、動画には載ってないあのグラム数変えて色も変えて、うん、いろんな作戦を加味した結果、射程距離にアジいませんいませんでした、はい、なので次回はまたちょっと硬いとこに行って、はい、で網系食いよう感じに変わってきたね。今から止める釣りが主流になってくるとちょっとこう軽量系のフィネス寄りのジグタンロットの方が活躍したりも、はい、するし、まあリアクションもかけれるしね、うん、ただそのやり取りが暴力的にはいけないというか、うん、まあ、楽しめるやん、やっぱうわ切れるかもみたいな。ただ俺らみたいにタモを基本使わないやつはいざランディングに困るっていう、ただそれだけの話なんで、うん、まあでもこれからどんどん僕も動画内でアジングとかいろんな釣りを取りに行こうかなと思ってるんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。